高典さん、ピロンさん、こんにちは。6月1日から川口観光協会観光大使に任命していただきましたので、今日は新しくなった越後川口温泉リゾートホテルサンローラをリポートしたいと思います。こんにちは。こんにちは。リニューアルオープンおめでとうございます。ありがとうございます。この度2年間の休眠から覚めまして、運営会社も変わりまして、この度リニューアルオープンさせていただきました。みんなが待ちに待ったオープンでしたからね、はい、そして私この度観光大使に任命していただきましたので、はい、サンローラの魅力もバンバン PR していきたいと思います。はい、かしこまりました。ではご案内申し上げます。はい、お願いします。はい、まずはこちらのお部屋になります。はい、42畳ございます。広いですね。こういったあの和室の研修室にもなれば、お布団を敷いてお休みになることもできるようなお部屋になっております。こちらはどういった方が泊まられるんですか？はい、こういったようにあの和室 の, あの研修会場でもご利用いただけますし、ご宿泊することもできます。あ、いろんな使い方ができるわけですね。はい、でございます。はあ、またテーブルもありますし、また景色もいいですね。そうですね、こちらからも、はい、川が面しておりますので、はい、絶景でございます。うん、素晴らしいです。お部屋のご紹介となります。はい、お願いします。はい、わ、おしゃれですね。はい、洋室のスタンダードタイプとなっております。スタンダードタイプ、スタンダードタイプは何部屋ぐらいあるんですか？はい、こちらが12部屋ございまして、あの18平米のお部屋となっております。いいですね。また照明もロマンチックで、はい、はい、あの色合いも今回あの全部合わせさせていただきまして、茶色をちょっと口調に、はい、入れております。うん、またここも落ち着く空間ですね。そうでございますね。あの眺めは絶景でございますね。こちら、うわー、また信濃川とこの緑と田んぼと川口の街並みが一望できますね。はい、そうですね、はい、魅力を存分にあの味わっていただけるお部屋かと思います。最高。ちなみにこのお部屋、はい、おいくらですか？はい、2名様1室でお一人様5500円でご用意させていただいております。1泊ご朝食付きとなっております。安すぎませんか？はい、ちょっと間違えたかもしれません。いや、間違えてますよ。田中さん、はい、こちらの扉何だと思いますか？ドアが1個2個、2つありますね。はい、どうぞ。どういうことですか？隣にもお部屋がございます。あ、本当だ、お部屋がある。つながってるってことですか？そうですね、はい。すごい、これはびっくりですよ、水落さん。はい、これは何でなんですか？はい、あのいろいろなご家族で、あのこちらがあの娘さんとお母さん、こちらがお父さんと息子さんといったあのいろいろな家族様にあのご対応できるようなお部屋となっております。なるほど。いや、私こういう仕組み初めて見ました。はい、コネクティングルームでございます。ちょっと数は少ないんですが、2部屋だけなんですが、こういったお部屋もご用意させていただいております。これは便利ですね。外に出なくても中でつながってるんですもんね。はい、はい、ではこちらがプレミアムスイートルームとなっております。どうぞ。はい、お願いします。まずクローゼットがこんなに大きいのがある。はい、店員も5名様が入れるので大きめに作られております。うわー、畳があって、そしてソファーもあって、めちゃめちゃ豪華すぎませんか？とんでもございません。あの50平米ございまして、あの34室あるお部屋のうち唯一一部屋だけこちらのお部屋タイプとなっております。一部屋、めちゃめちゃレアですね。はい、プレミアム感たっぷりでございます。ここのお部屋の特徴を教えてください。はい、まずこの窓が多くてですね、このちょうど魚野川と信濃川の合流地点が、一望できるお部屋となっております。あとベッドがお二つと、畳の間で3名様でご利用いただけるお部屋タイプとなっております。うわー、いや、ここは本当にも贅沢したっていう気持ちになれますね。そうですね、こちらでお越しいただいた方はあの満足して帰っていただけると思います。うわー、なんとか頑張って泊まりたいです。はい、はい、ぜひお待ちしております。いいですね。はい、水落さん、ホテル本当に素晴らしかったです。ご紹介ありがとうございました。ありがとうございます、ご紹介いただきまして。でこちら側の方がですね、4月1日にオープンいたしました東中カフェとなっております。今あの女子に人気 のダッチベイベーというドイツの洋菓子の方もご用意しておりますので、ぜひお召し上がりいただければと思います。
カフェがここで楽しめるんですね、はい、わ楽しみです。それではダッチベイビーのベリー&バニラいただきたいと思います。見てください、おっきい。そしてめちゃめちゃ映えますね、かわいい。サクサク、外はサクサク、中はふわふわっていう感じですね。これはなんて贅沢なんでしょう。いただきます、うん、うん、おいしい。シュークリームの生地みたいな感じですね。そしてこの生クリームとソースと甘さとこのベリーの酸味がまたマッチして美味しいです。もう幸せ。田中さん、ダッチベイビーのお味はいかがでございましたでしょうか。いやもう最高でした。この生地はそんなに甘くなくて、でもアイスとソースが甘いのでいいバランスが取れてますね。戦いのぞ、冷たいののバランスで、はい、うん、また川口でダッチベイビーが食べられるっていうのがまた嬉しいです。はい、ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございます。水落さん、はい、最後に PR をお願いします。はい、ホテルサンローラは、ブノワ川と信濃川の合流地点にございます。絶景の天空のリゾートホテルとなっております。また温泉施設もご利用いただけますので、身も心もリフレッシュしていただきまして、またお食事の方も美味しいものをご用意させていただきますので、そちらもお楽しみいただければと思いますので、まずはお越しをお待ち申し上げております。皆さんぜひホテルサンローラに遊びに来てください。お待ちしております。